このシーン、本物の露天風呂で撮影したのですが、冷たい海水がどんどん満ちてきて、待ち時間になってもここに浸かりっぱなし。2時間も入っていたお兄ちゃん、寒そう。唐さんは4時間以上も浸かっていました。なかなか OK を出さないあの人は、この中秋の羅臼ロケが終わり、再び富良野ロケが始まりました。だから五郎さん、もうそれだけが楽しみで、北の国からでは中畑木材という木材屋さんが番組の重要な舞台の一つとなってきました。中畑のおじさんのところへ行った。中畑木材は六号木材という実在する会社なのです。ロケがいざ始まると、こうして中畑木材に早変わり。ねえ、中畑のおじさん、中畑和夫を演じてきたのは千井武夫さんです。蛍ちゃん、ずっと悩んでるの。旭川の病院に住み込むように学校の方からも言われてるらしいの。この実在する木材会社の社長さんの名前は中瀬子義雄さんといいます。中畑のおじさんのモデルとなっている人です。北の国からにとって大恩人ともいえる大切な人なんです。中瀬子さんは富良野の市街地から東へおよそ17キロ山あいの6号で林業を営んでいます。昭和4年、おじいさんが開拓のため入植。中瀬子さんはこの地で生まれ育ちました。倉本先生が中瀬子さんと知り合ったのは今から24年前。自然体で生きているその姿と人柄にたちまち共感したのです。絶対東京にはいない人種でしたね。中瀬子さんという人はやっぱりすごく大きい人ですね。中瀬子さんは単にこのドラマのモデルになっているだけではなく、番組が始まった当初からロケをする場所の土地を無償で貸してくれたり、東京からやってくる土地勘のないスタッフにできる限りの協力を惜しみなく注いできてくれました。もう20年もしてるとこういうのいただいたと、だんだん薄れちゃってね。この中瀬子さんがいなかったら、北の国からはこれまで続いてきたような北の国からではなかったのだと思います。最後の北の国から、遺言。その脚本の中には、去年中瀬子さんの家族に起こったとても悲しい出来事が重要なテーマとなって織り込まれていたのです。牛刀、牛刀、牛丼。というわけで、牛刀は牛丼の日、必ず得する2日間。牛丼。吉野家。開幕。東京ディズニーシーの1周年。おめでとう。スペシャルイベント。
東京ディズニーシーファーストアニバーサリー開催中。とにかく体がだるいんですよ。だるいから眠りたいとか思って、だけど寝れない。あとはもう何もやる気がしなくなっちゃうんですよね。自分が鬱だってわからないんで、一人で悩んでどんどん落ち込んじゃうんですよ。やっぱりお医者さんって頼りになると思いますよ。そうですね、病院に行ってすごくほっとしましたね。薬ももらったし、なんかもう大丈夫って思って。街にも洋服23区オンワードから。子供だってうまいんだもん、飲んだらこう言っちゃうよ。クーと美味しいクー、お待ちかねぶどう新登場。もう一つ新しいスポーツを始めた。涼しい顔してターボです。 EK スポーツ誕生。Mitsubishi Motors。はい、はい、隣に越してきた木村です。これ当たったんで試してたんですよ、汚い車で。私のです。今黒猫ヤマトの引っ越しでスチームクリーナー当たります。さあ008008。インターネットも高速安定、素晴らしいですね。テレビもネットも J:COM ブロードバンド。北の国からとずっと20年間深く関わり、陰で支え続けてくれた中瀬子さんの奥さんが去年2月3日天に召されました。がんでした。享年51歳。ああ気にしましたね。まあ、後で分かりましたけどね。それはもう保険証とか預金通帳とかああいうものをちゃんと整理してあったのを見てね、まあどんな気持ちで整理したのか分からないけど、本当に身辺の整理はしてありましたからね。ちょうどこの時、運命の不思議な巡り合わせ、一人娘アキさんの結婚話が進んでいました。でも結婚式の日まで命は持ちそうになく、お嫁さんとお婿さんになる二人は急いで支度をして結婚記念の写真を撮り、そして病床のお母さんのもとへ届けたのです。その写真を見て1時間後に息を引き取ったんですよね。結婚式にはお母さん結局出ることができなかったんです。でも写真見てすごく嬉しそうで、葬儀の時には山口百恵さんの歌うコスモスを流してほしい。旅立つ前、奥さんは家族にそう言い残していました。そして葬儀の日、会場はコスモスの曲で包まれました。コスモスが秋の日の何気ない日だまりに揺れている。この頃涙もろ
先で一つ咳をする。縁側でアルバムを開いては。中瀬子さんの奥さんはロケの時温かい味噌汁を作ってはそっと配ってくれたり、いつも目立たないようにして素敵な方でした。私の中では素晴らしい人でした。病気になっても周りの人っていうか私たちを含めてお見舞いに行った方でも反対に励まされるんです。体に気をつけてます。奥さんにもよく知っていただいたし、まだ若くて綺麗だったのに本当に。お母さんの四十九日が過ぎてから、あきさんはふるさとを離れ、最北の町、稚内へ嫁いでいきました。そして今回のドラマの中にこの同じ曲「コスモス」が使われています。ゆいちゃんはどこで働いてるの？若い2人の未来を予感させるシーンに杉田監督はこの曲を持ってきたのです。だけどこの頃不良続きでしょう。杉兄は再婚です。前の奥さんは8年前に亡くなりました。がんでした。前の女房とは25年一緒だったんですよね。やっぱり自分の人生の中で最もインパクトがあるっていうか自分を変えてきた人ですよね。この人に出会わなかったら多分自分は今のような感じであったとは思えない。あるがままに受け入れるっていう風にね、そうやって時間は流れていくっていう風に、思うことじゃないのかなっていう風に。最後の北の国から中瀬子さんの現実がドラマとなり、それを演出する監督にも胸の奥に沈めている過去があり、そして中瀬子さんを演じるちいさんも辛い現実を抱え込んでいたのです。拾ってきた街って看板が立ってるの。ここまでの放送はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。いっぱい聞けて、あ、ヤバウサギ、講師は外国人、レッスンは少人数。かっこいい？微妙。お問い合わせは耳よくつく。おじいちゃん若い、若い。おじいちゃんかっこいい、かっこいい。おじいちゃん大好き、大好き。家のテレビにつけるだけテレビがパッと電話になる。お問い合わせはみんなにつなご。お小遣い弾むからね。銀河ネット。NEXT。 美しく暮らしたいと思う心が美しい。車にもその心はあります。 Beats Beautiful。
っと聞いて。恋の悩みなら相談できるのに、お金の悩みって言ったらみんな飛んでっちゃうのよね。誰か話だけでも聞いて。一人一人のパートナーへ。黄色い看板プロミス。ボス、君は友達さ。ボス、だから僕を見捨てないでお願いボス。I can't leave without you。具合悪くって。すぐ行きます。車、電車、どっち？混んでる。電車。食欲もない。サクサカイモードが嬉しい 504i で新しいこと。そのシャンプーはあなたのサロンの扉を開く。あのしなやかさ、あのまとまり、モイストフィニッシュシャンプー。サロンに行ったあの日の仕上がり。マッツヘア。私やだ、保険料が高いのやだ、途中で上がるのもやだ、絶対やだ。安さを追求した画期的な医療保険エバーできました。ってことは医療保険はアメリカンファミリー。67ったらすぐ70でしょ。67と70は違うよ。提携証お前受けてんのか。そんなもん全然受けてないわよ。あ、まあ、そりゃまずいぞ。うちの女房なんかお前提携診で発見されたから初期がんの手術で間に合ったんだ。ちいたけおさん。ちいさんは北の国からが始まった時から中畑和夫役を演じてきました。今回の2002遺言では、その中畑和夫が妻をガンで亡くすというストーリーが大きな要素になっていました。去年春、ちいさんが台本を受け取った頃、奥さん沢子さんはがんと闘っていたのです。ちいさんは今回出演を断るつもりでいました。しかしその決意を変えさせたのは奥さんでした。中瀬子さんの奥さんの鎮魂歌だと思ってやったらどうだどうだってやるべきじゃないのと、もうその長い間お世話になったんだから死の子の言ってないで鎮魂歌だと思ってやればいいじゃないって言った時に、俺はそこに目の前にいる女房に、お前も危ないんだよってここまで出かかっちゃったことが、おっ、あ、そうだと思ったことがあってね。沢子さんは6月6日未明、容体が急変し亡くなられました。61歳でした。やっぱり病院にこう神さんを運ぶ時、これがもう最後だなって思えるよね。救急車のけど、もう二度と帰ってこらんないぞって俺も思った、本人も思ったと思うんだけどね。沢子さんは体調を崩していく中で今回の台本を読んでいました。おはようございます。奥さんは北の国からが大好きで、それに出演していたちいさんを誇りに思っていました。神さんはそういう状況の神さんがやんなさいよって言ったことは分かったと思わせる一番の説得力もあったかな。できるだけ言わないようにしてましたんでね。もちろん倉本さんは知らなかったと思いますよ。うわ、これはチーは演じられないなと思って、それでどうしようと思って、奥さんがやれって言ったみたいですね。読んじゃった。奥さんも自分がガンだったと知ってた。だからもうすぐ僕はチーに詫びの手紙書きましたよ。本当に何も知らなかったんだっつって。中瀬子さんの奥さんに対する鎮魂のつもりで書いたんだけども、そこのいいところは。だけどそれ演じる人間がね、そういう状況と全く同じだったっていうことは非常にやっぱりショックでしたよね。
実は、奥さんが死ぬ話なんですよって、これ中瀬子さんの話で、それをちいさんがやるということになっているんですよって言って、その時にまあちいさんがえっていうんでちょっと絶句して、でもにもかかわらずやるべきだと思うんですよねって僕は言ったんですけどね、それは自分がそれと同じ経験があったからだと思うんですけども、奥さんが亡くなって3ヶ月後にちいさんは制作発表会でこんなことを、この台本の中に清水がいらっしゃいますけど、ガンで亡くすというシーンがあって、どうしてもワンシーンだけ活字読んでてもワンシーンだけどうしてもダメなシーンがあって、そこは今いつも本を読むと飛ばして読むんですが、そのページだけはダメなんですよね。リハーサルの時からこのシーンになると、なんでそこのシーンをまた撮影するっていうことになると、もうね、なんだろうな、自分のプライバシーのことだけど、かみさんとの生活だったとか、まあそういつも俺たちも結婚して楽だったわけじゃないから、そのこととか、いろんなことがこう思い出しちゃうね。このシーンの本番は10月16日、秋深まる富良野で撮影されました。いつものように淡々と進んでいく準備。次は和夫さんの行きます。はい、スタッフはみんなちいさんの気持ちを痛いほど知っていました。でも誰も何も言いません。じゃあ本番行ってみましょう。じゃあ本番でいきます。はい、じゃあ本番スタンバイでお願いします。ちょっと待って。はい、台本ではセリフの途中から涙が溢れ出すことになっています。しばらく行こう、途中から出るってのは無理だ俺。はい、ごめん。はい、じゃあお前もう気持ち帽子かぶってください。はい。はい、本番いきます。回してください。用意。はい。なんか今日はいつもと違うな。よう、ガンだ。再発した。
場で骨灰っていう。そういう悲しみを経て、その悲しみを背負って歩いていくんだなってことが今回の作品でもうことにいろいろ痛感しましたですね。痛いほど血の姿を見てて表現どころじゃなくなるっていうこと、その痛さの凄まじさ胸にきましたですね。なんだ。女房のガンが再発した。医者は春まで持つまいって言った。急いで立てないと間に合わなくなっちゃう。あいつはこのうちを楽しみにしてたんだ。水江ちゃんはそのことに気がついてるのかい。若野で多分若野で